ジャーナリストの江川翔子氏がツイッターで立憲民主党の参議院議員の小西博之氏の猿発言を皮肉った。憲法審査会での議論について野党側の筆頭幹事を務むメルコニッシ氏は、審査会の毎週開催は猿がやること、蛮族の行為だと発言した。国会での憲法議論をめぐっては、3月に入って衆議院の憲法審査会が毎週開催されている。参議院の憲法審査会も29日の幹事懇談会で、今国会初めてとなる審査会が来月5日に開催することで与野党が合意した。小西氏の猿発言は懇談会後に出たもので、これには他の野党議員や同じ立民議員からも批判の声が出ている。江川氏はこの経緯を報じる NHK の記事を引用した上で、猿は審査会とかやらないし、と小西氏の例えに呆れた様子だ。